こんにちは、センター CLR のビデオ、シャープ6-2、メイキングアーカイブ IL2C の、まあ、続きをやりたいと思います。今回もよろしくお願いします。前回はですね、IL スパイを使ってで、あのハローワールド的な C シャープのコードが、まあ、どんな感じの IL になるのかっていうのの説明をしました。ちょっとね、1点だけあの説明漏れがあったので、そこをあのちゃちゃっとあのやっておくことにします。っていうのはですね、これ、こっちを立ち上げとかないとか、ちょっと動かしつつ、これを見ていくと、前回、最後にそのリターンするときに、変数 C ですね。あのローカル変数 C をリターンしてます。で、それがどういうふうに返るのかという説明をちょっと忘れてたので、そこ1点だけちょっと補足します。これでいくとですね、まあ、あの謎の、あのローカル変数、あの自分たちで定義してないはずなんですけど、3というのが、あの、ローカルズに定義されていますと、名前ついてないんですけど、これを見ると、ロードロック2で、答えが入っているここから値を、スタックにプッシュし、その後、ST63 なので、3にそれを、ポップした後、その値をここに入れてるんですね。3番目のフィールドに。ローカル変数に。まあ、要するにコピーしてるわけなんですけど、で、その後、この000D のところで、ローカル変数の、インデックス3から値を取り出し、スタックにプッシュし、そしてリターンしてるんですね。で、これは、約束事があって、スタックに、評価スタックに値を1個入れた状態でリターンすると、そうするとその評価スタックの値を持って戻り値とするというあの決まり事、約束事があります。なので、まあ、これは結果的にですね、そのアットした計算した結果が一旦2に入り、そしてそれが3にコピーされ、そしてそれがスタックに積まれてリターンするので、まあ結果的にそのアットした値が計算された結果がリターンで返されるというようなことをやってるんですね。なので、ここの部分リターンって書いてあって、IL 上ではなんか何も値を返さないような感じになってるんですけど、実はその評価スタックの値が返っているということになります。これはちょっと前回言い忘れたので、補足しておきますね。ここで見ると、このリターン C ですね。これが、直接的にはこの、ローカルの、2番目のインデックスの値に対応するんですけど、まあ、結果的に3にコピーされ、3の値が評価スタックに積まれてリターンしていると。だから、まあ、結果的に C の値が返っているというような流れですね。ちょっとここを補足し忘れたので、補足しました。で、今日はですね、今日は、まあ、これで、その、こんなコードを書くと、IL 上では、まあ、あんなコードというか、IL スパイでみたいな、あんな、その IL に展開されますよと。で、私たちがやりたいのは、その IL2C、つまりこの、今書いた、コードですね、の IL に展開されたこれを読み取り、これらの、コードを読み取り、等価な C のソースコードに変換したいわけですね。なので、何はともあれ、このコード、NOP とか LDC とか ST6 とか、LD6 とか、まあ、こういうようなものが、その読み取れなきゃいけない。まあ、もうちょっと言うと、このメソッドですね。メインのメソッド。このメインという、名前もそうですし、それから、戻り値の型となるこのイント3にって書いてありますけど、イントだとか、引数のこのアーグズだとか、こういうのも、読み取れないと、どんな、
あの C に落とした時にどんな関数名にしなきゃいけないとか、どんな引数を持ってどんな元位置にしなきゃいけないっていうのがわからないので、当然このあたりの情報も読み取れる必要がありますということで、今日は、これらをどうやって、読み取ったらいいのか、みたいな、そういう話をちょっと、したいと思いますね。で、まず、この、書いたコードなんですけど、こいつを、まあ、ちょっと別のクラスに移します。まあ、仮にテストという名前のクラスを作り、まあ、これちょっとコピペでそのままこちらへ移しますね。まあちょっとパブリック、スタティック、イント、メインみたいな感じで。で、話をちょっと簡単にしたいので、まず引数についてはなしにします。で、まあ戻り値は昨日説明した通りイントにします。そうすると、はいですね。前回は、ま、この引数が渡ってくるっていうのが、IL 上でもここにハーグズってあったんですけど、これの取り扱いについては何もしなかったので、結果的に触れてないんですけど、なので、ちょっと後回しにして、まあ、最小のコードですね。この最小のコードで試していきたいなと思います。で、今こういうふうに移しました。で、メインの方は、これから、私たちが、自分のコードを解析するというコードを書きます。何を解析するかって、その IL なんですけど、今ここにテストクラスというのがあり、その中にメインというメソッドがあります。これの中に IL があるはずですよね。これ C シャープで書いてるんで C シャープのコードなんですけど、コンパイルすれば IL になるはずです。これをプログラマブルに読み取ることができます。で、まあ、もうちょっと言うと、プログラマブルに生成することすらできるんですけど、まあ、とりあえずその話は、今回あまり関係ないので置いておいて、中身を見るっていうことをちょっと考えていきますね。で、まずですね、タイプオブという、演算子があるっていうのを、まあ、知ってるかどうかちょっとわからないですけど、こう書きます。タイプオブ、テスト。こうすると、ここのタイプ、これですね。タイプには、タイプ型の、インスタンスが入ります。まあなんか、ややこしいんですけど、このタイプクラス、タイプクラスのインスタンスからは何が取れるかというとですね、このタイプオブで指定したこのテストというクラスに関するあらゆる情報が、ここから取得できるようになります。あらゆる情報っていうのがどういうことかというとですね、例えばですけど、タイプクラスにはフルネームというプロパティがあります。で、これやるとですね、このここでタイプオブで指定したテストクラスの、テストクラスの名前ですね。名前が取れます。ちょっとこれをですね、デバッカーで動かしてみますね。今、実行中です。ちょっと、よくわかんないかな。ああ、今止まりましたね。デバッカーで止まりました。で、これフルネームって見ると、そうするとここに il2c_test1.test って書いてありますね。これって、このテストクラスの、フルの名前と言ったらいいのか、テストクラスって il2c_test1 という名前空間の中にあるので、これ、ユージングを使わない場合にですね、こういうふうに書くっていうのは、まあ、さすがに皆さん知ってると思うんですけど、il2c_test1。こうですね。こう書けます。もちろん、これ今、同一の名前空間の中にある、プログラムクラスの中に書いているので、これ省略可能なので、さっきのテストだけでいけるんですけど、ですが、テストクラスの正式な、名称としては、こういう il2c_test1.test という名前ですね。
この名前が文字列でフルネームというプロパティから取れるんですね。で、他にもですよ。例えば、ベースタイプ。ベースタイプというプロパティもあります。これはタイプクラスのインスタンスを返すんですよね。ややこしいんですけど、この最初に取ったこれもタイプクラスなんですけど、このベースタイプもタイプクラスです。で、これ何かというと、ベースクラスなので、規定クラスの情報を表すインスタンスが取れます。それ何かというと、オブジェクトですね。システムオブジェクト。これちょうどフルネームっていうプロパティが直接見えてますけど、システム.objectというの、その、オブジェクトクラスの、に関するあらゆる情報が取れるタイプクラスのインスタンスが今、こう入手できたっていう感じなんですね。これ、さらに、まあちょっとデバッカーでこんな感じで見てみると、なんかアセンブリだとか、アトリビュートだとか、他にもなんか様々な情報がここから取れますね。is なんとかっていうので、例えばわかりやすいので言うと is クラスが true になってます。型にはクラスの他にインターフェースとか、バリュータイプとかあるので、そういうのの識別がこういう is なんとかというプロパティでもって、調べることが、簡単に調べることができると。このクラスはパブリックですよとか、is public が true になってますね。というような感じで、そのクラスに関するあらゆる情報が、このタイプクラスのインスタンスを通じて、プログラマブルに確認することができると。これ普段何に使うかというと、例えば一例で言うなら、ログですね。ログ出力するときに、なんか原因となった、そのインスタンスの型名をログに出力したいっていうような場合でも、まあ、サクッと取れたりするわけですよね。っていうような用途のために、このタイプクラスのインスタンスがあります。さっき型に関するあらゆる情報が取得できると言ったんですけど、こういう名称だとか、それからそのパブリックだとか、プライベートだとか、なんかそういうような情報だけではなくて、このクラスがどんなメソッドを持っているかという情報も取れます。メソッドどころか、そのプロパティですね。それからドットエントで言うならイベントも、なんかどんなものが、定義されているか。それから、どんなインターフェースを継承しているか。まあ実装しているかですね。っていうような情報とか、そこについている属性ですね。属性、追加したことがある人もいるかもしれないですけども、型にその属性、あるいは、メソッドとか、まあ、プロパティに属性を追加したことがあるっていう人もいるかもしれないですね。そういう属性の情報、その属性に引数にどんな値が指定されているのかとか、まあ、そういうものも含めてですね、ほぼすべての情報が、このタイプクラスを通じて取り出せるというですね、これを知ってしまうと、おお、なんか何でもできそうだね、みたいな感じの、あらゆる情報が詰まっているという、非常に、使い手のある便利なものです。これ、リフレクションという、名称で呼ばれてるんですけども、その、まあ、リフレクションはあんまり、こう、悪用というかですね、安易に使わない方がいいというようなことを言われていて、リフレクションを通じて情報を取得するのは一般的に速度が遅いんですね。なので、まあ、よく言われるその、オブジェクト思考的なその設計だとか、まあ最近ですとかその関数思考なその設計とか、まあそういうようなもので解決できるものは、こういうリフレクションとか使わずに、そういうような、こうテクニックというかですね、そういう技術を用いて設計した方がいいです。その方が、早く動きます。リフレクションを使うと、ものすごく、何でもできる感じなんですけれども、速度が、低下するというデメリットがあります。が、今回やろうとしているのは、第1回です。ホワイトボードで説明したように、その IL の解析、それから IL に付随するメタデータ、
メタデータと言っているのは、例えばこの IL スパイで見ているような、このそもそも今 見ようとしているメソッドの名前が、何なのか、メインという名前だとか、それから、そいつは、int の値を返しますだとか、引数にこんなものを持ってますだとか、それから、このメソッドはプライベートなのかパブリックなのか、あるいはスタティックなのかインスタンスメソッドなのかとかいうようなあらゆる情報ですね、これはメタデータと呼んでるんですけども、こういうような情報を取得しないと IL2C でやりたいことが実現できないので、なので今回はまあ目的を持ってこの、リフレクションという機能を使うということになります。はい。で、今はまあフルネーム、まあもしかしたらフルネームって使う時が来るような気がしますよね。自分の定義したその、メソッドの名前をその C の、関数名に変換するためにこのフルネームを使う可能性がありえますよね。あるいはなんかベースタイプは継承した場合どうするんだとかいうのの判定に使うかもしれない。まあちょっと多分使いそうだけども、今日はこれについては、外しておいてですね、まあ、これもちょっと元に戻しますね。で、今日欲しいのはですね、このメインメソッドの中に含まれているこれですよ。この IL。この IL をどうやって取得するか。IL は前回説明した通り、一つ一つの命令に番号がついています。これで言うと stlock1 には 0x0b ldlock には 0x07 というような番号がついているので、多分こういう番号がガッとどっかに入っていてそれが取れるはずなんですよね。なので、ね、それを取り出します。このリフレクションを使って、できます。で、今まず、テストクラス、このテストクラスね、テストクラスの、情報が詰まったタイプのインスタンスが取れました。ちょっと紛らわしいんで、テストタイプという名前にしておきましょうかね。で、このクラスにはどんなメソッドが定義されているのかというのが、もし列挙できれば、まあ、このクラスにはメインしか定義されてないので、メインは少なくとも取れるはずですよね。まあ、あるいは、名前を直接指定してメインというのを取ってもいいかもしれないですけど、まあ、今回は名前分かっているので、名前を直接指定して取ってみましょうか。メイン、メソッドは、どうやって取るかというと、このテストタイプから、ゲットメソッドという、メソッドで取れます。名前を、こんな感じで、メインと。指定してやると、そうすると、これ、見えるかな、よいしょ。メソッドインフォですね。メソッドインフォって呼ばれている、ちょっと聞いて、あ、いいな。ここですね。メソッドインフォ。というクラスのインスタンスが取れます。これには、ここで挙げた、その、タイプクラスのインスタンスと同じような感じで、メソッドに関するあらゆる情報がここの中に詰まっていて、それが取れるようになっていると。まあ、例えばですけど、ネームイコール、ネームってやるとですね、そうするとこの、メインメソッドのメインという、メソッドの名前ですね、が文字列で取得できます。ちょっとパッと分かりにくいかもしれないので、これ型を明示しましょうかね。メソッドインフォ。これはタイプクラスのインスタンス。まあ、こんなイメージですね。まあ、これ、今、ここでゲットメソッドで、手でメインって書いちゃったんで、これが取れることに、意義を見出せないかもしれないですけども、まあ、そういう場合はですね、例えば、こんな風にしてみたらどうですかね。ファースト。はい。これリンクで、最初の要素を取得するっていうふうにしてます。まあ、この、テストクラスがですね、一つしかこのメソッドを定義してないっていうのを分かっているので、ファーストってやれば必ずメインメソッドの情報が取れるって分かってるんですけど、まあ、こんなふうにすると、一見ここに書いたソースコードには、メインという名称は全く出てこないわけですよね。
で、そいつの、ネームプロパティを参照すると、ここには、メインという、文字列が閉じてくるはずです。実行してみましょうか。来ましたね。メインって来てますね。メインという名前が取れてる。文字列で取れてます。はい。というような感じでですね。ちょっと待ってくださいね。情報が取れます。で、今、メソッドの情報が取れました。今度ですね、そのメソッドの情報っていうのもまたいろいろあるんですよ。例えば、今見たネームプロパティを見れば、このメインという文字列が得られる。それから、モドリッチの型が何なのか。これは、メソッドイン、じゃあ、ごめんなさい。メインメソッドのリターンタイプというプロパティがあり、これを参照すると、モドリッチの型に関するタイプのインスタンスが得られるんですね。こんな感じですかね。とかですね。これ今引数定義が削除しちゃったんでないんですけど、例えばストリングの配列とか、なんか複数の引数だとかですね。まあ、いくらでも定義できるわけですけど、そういった情報を取り出したりとかですね。それから、まあ、さっきちょっと属性の話をしましたけど、例えば、ここに何か書けるかな。ちょっとパッと思いつかないですけど、思いつかないですね。なんか何らかの属性をここにつけたとします。そういうカスタム属性に関する情報とか、ああ、忘れてました。あと、このメソッドがスタティックなのかだとか、パブリックなのかだとか、そういうような情報も取れます。メソッドの is パブリックとかですね。それから、スタティックありますね。が、バーチャルとかもありますね。バーチャルとかもあります。というような感じで、あらゆる情報が取れます。それらの情報のうちの一つに、その、メソッドの、このボディですね。ここに関する情報が、取れるようになってます。これはですね、メソッドボディというクラスがあり、メインボディとかにしようかな。で、こいつのメインメソッドの、メソッドボディ、ゲットメソッドボディですね。はい。これを呼び出すと、このボディに関する情報が、今度は取れます。こんな感じで。で、さらにこいつを掘り下げると、こうですね。なんかエクセプションハンドリングクラウズとか、イニットローカルズ、ローカルシグネチャーメタデータトークン、ローカルバリアブルズ、マックスタックサイズと、あとゲット IL as バイトアレイみたいな感じがありますね。このあたりの情報が、そのメソッドの、ボディに関する情報が取れるプロパティと、メソッドってことになります。でありますね、ここに。これ、get il as byte array。これ、バイトの配列が返ってくるんですよ。つまりですね、これが、ここで書いた、この C シャープのコードがコンパイルされて il に落ちた il の値が配列になって、そのままダイレクトに生々しい形で取り出せます。そしてですね、もう一つ重要なのが、これですね、ローカルバリアブルズ。これ、ローカルバリアブルズって要するにローカル変数群のことですよね。これ iList って書いてあるので、まあ要するにリストとして、その情報が取れるようになっていると。いうことでですね、とりあえずこの2つがあれば、そのメソッドの本体に関する情報は、まあ大体揃うではないかなという感じですね。まず、こっちじゃなくて、ちょっとめんどくさいんで、やっぱりバーで書きますね。ローカルズ、イコール、メインボディ、ローカルバリアブルズ。これで、ローカル変数に関する情報が取れます。
もう一つ、IL バイツイコールメインボディ、ゲット IL アズバイトアレイってやると、その IL の、もう本当にあのバイトの羅列ですね。それがあのここに取れてきます。ちょっと整理しましょうか。こう。はい、こんな感じですね。ちなみにあのソースコードでタイプオブテストって書いてたら、そもそもその任意のあの、DLL とかエグゼからどうやって IL を抽出するのかみたいな話とかあると思うんですけど、それはあの問題なくあります。そしてあのそれあの任意の DLL を読み込んで、でそこから最終的にこうタイプクラスのインスタンスを得て、あとこういうと全く同じ流れで、ここら辺の情報に到達できるので、まあそのあたりはまたあの後の方であの話をします。ということでですね、とりあえず目先必要なものはまあこれで揃ってかなみたいな感じで、ね、ちょっと動かしてみましょうか。はい、来ました。でローカルズなんか4つありますね。4つですよ、4つ。あの見ましたよね、あの前回、IL スパイで、僕らが定義したのは A と B と C という3つの変数だったんですけど、それともう1つなんか名前のついてない変数がもう一個定義されているって話をしました。で、それらすべてイント32の値が入るローカル変数っていうふうに定義されてましたよね。もう一回確認しましょうか。これですね。ここのローカルズに4つあります。0、1、2は ABC と名前がついてて、で、3だけ名前はないんですけど、全部イント32のローカル変数として定義されていたと。それと全く同じものがここに見えてますね。4つあり、しかもこれ1個展開するとですね、まあ、いくつかなんかプロパティがさらにあり、ローカルタイプっていうのがイント3になってます。なので、このローカル変数は、イント32の型だということがわかります。もう一つですね、ここの中に名前がないですね、ネームプロパティが。で、実は、ローカル変数のそのシンボル名というか名前っていうのはですね、あの、メタデータの中にないんですよ。で、どこにあるかっていうと、デバッグ情報っていう、あの、コンパイルすると、.pdb っていう、あの、ファイルが作られると思うんですけど、あの中にあります。なんでかっていうと、これ実行時には必要ないんですよね。あの、ローカル変数の名前まで、その、まあ、あの、実行して、その、リフレクションで、仮にですけど、リフレクションで探索して、その、なんか名前を知りたいってことは、ひょっとしたらあるかもしれないですけど、まあ、今回それに回答したりもするんですけど、まあ、とにかく普段必要のないものなので、省かれてます。そういう情報が、あの、FZ とか DLL の中に含まれると、また、あの、ファイルサイズでかくなってしまうんで、あの、まあ、必要ないということで、多分ここには含まれてないんだと思います。そういう理由で、残念ながら、その、ローカル変数に付けられている名前は、ここからは取り出せない。ので、この4つの、ローカル変数は全部名前がないんですよ。まあ、ちょっと課題ですよね。あの方法として、さっき言ったように、その PDB を読み込んで、これらの、その、どのローカル変数に、あの、付けられた名前がどれだっていうのを特定するっていう方法が一つ。ただですね、あの、PDB はですね、あの、もう本当に昔の企画で、あの、それに対応する、こう、なんか読み取るライブラリというのはあるんですよ。あるんですけど、ものすごく使いにくくてですね、で、今、.NET Core が、2.0 になろうとしてるんですけども、ようやくここに来て、まあ、そのあたりの、もうちゃんとポータブルな、要するに、Windows 環境だけじゃなくて、Linux とか MacOS とかでも使えるようにするために、ポータブルな PDB っていうのを考えなきゃいけないね、ということで、彼ら作業してるんですが、残念ながら、従来の PDB とは全く互換性がない。ので、ちょっとね、今ね、ここのことを真剣に考えるのは、まあ難しいかなっていうのがあります。
で、もう一つ別の方法を考えると、まあなんか、とにかく、区別はされてる。この、ローカル変数の、その、ローカル図に定義されているインデックスですね。まあ、IL 上でもインデックスで表現されてるんですけど、インデックスで区別されてるので、まあ、例えば、C のソースコードに落ちたときに、まあ、固定的な、例えば、ローカル0とか、ローカル1とか、ローカル2とか、もう名前は、ちょっとそういうので我慢すると。いうふうにしておけば、要するに他のローカル変数とごちゃ混ぜにならなければいいので、ちゃんとシンボルが分かれるように、まあ、名前を、1位につけてやるというふうにすることで、区別可能にすれば、とりあえず当面はクリアできる。もちろん、出力されるその C のソースコードがそれでは非常に分かりにくくなるので、まあ、なんか長期的な、例えば目標として、その PDB をちゃんと読み取って、もともとついてる名前があればそれに置き換えるみたいなことをやってもいいかもしれないですね。まあ、とりあえず今は、直接的に名前は簡単に取れないと。取れないので、まあ、仕方がないから、このインデックス番号をつけた1位になる名前で区別で可能にしようという、まあ、方針で進めることにします。型だけは得られます。型だけは得られるんで、まあ、多分必要になるのはこの情報かなという気がしています。で、ローカル変数の情報はここから取れるということが分かった。そしていよいよ IL ですね。これ見るとなんか15バイトありますね。15バイト。中見るとこんな感じです。はい。皆さん分かりましたか？分かるわけないですね、こんな。確か、ボディの先頭はノップでしたね。なんか0っていうのはノップっぽい感じがしますよね。ということで、ちょっと少しだけ見てみますか。これノップ、ポイントしてみると 0x00 なんで、ああ、確かに一致してる感じがしますよね。じゃあ次。この LDCI41 っていうのは 0x17 ですね。これは、こいつの、ここ。これ、16進に変えられるんで、変えると 0x17。あ、なってますね。ちゃんとなんか読み取れてる感じですよね。ちょっともう全部めんどくさいので見ないですけども。ということで、我々の書いた、このメインの、このボディのその IL っていうのは、この get IL as byte array っていうメソッドを呼び出すことによって、取れました取れましたよ。これを使って、C のソースコードを生成するわけですよ。どうやってみたいな。はい。ということでですね。まず、情報を取り出すっていうところまでは、これで、まあ、できましたと。さあ、次の問題は、この IL をどうするかなんですけども、まあ、アイデアがあります。何かっていうとですね、昨日、MSDN の、MSDN で、何だったっけな、オフコー、見てましたね。オフコーズのフィールド、どんなものがあるかみたいな感じで見てましたね。はい。で、まあ、例えば、アットがあるので、アット見ましょうか。アット。これ、これのアットフィールドが定義されているのは、オフコーズという、クラスというか、型なんですけど、その実態は何かっていうと、オフコード型なんですよね。こう。オフコード型ですね。なので、オフコードではないんですよ。紛らしいんですけど。で、じゃあオフコードってなんだっていうことで見るわけですが、ここら辺、オフコードありましたね。構造体になってますね。クラスではないです。構造体になってます。はい。で、これ何かというと、メンバー見ましょうかね。メンバー。はい。何があるかというとですね、プロパティがいくつか定義されています。まあなんか、こう、決まりきった、のそのまま書きましたみたいな説明しかないんですけど、
このオプコードが示す各なんと言ったら特性みたいなものがここからこのプロパティで取り出せるんですね。で、例えば、フローコントロールというのはフロー制御特性、まあ、何のことかよくわからないですね。あと、名前、これはなんかあれですね、例えば、アットとか、ロードロックとか、なんかそういう文字列が取れそうな気がしますね。であと、メールの型、オプコードタイプ、型って書いてあるんですけど、まあ、こう形式といったらいいのかな、なんかそんなようなのは取れます。あと、オペランド型、ですね、IL は、このオプコードだけで決まる命令、例えば NOP とか ADD とかそうですね、その命令だけで、その1命令は完了するんですけど、それ以外に、付随する情報を伴う場合があります。あまりまだ僕らは例を見てないんですが、この例で言うと、まあ実はこの BRS がそうですね。何かというと、ここの後ろにラベルを指定してるんですけど、これが付随する情報ですね。他には一応ないんですよ。付随している情報がないので、これだけなん、ここで見せてる例ではここだけな、この BRS だけなんですけども、これが付随する情報。これのことをオペランドと言います。で、オペランドがある場合に、そのオペランドがどんなものなのかを表しているのがこれ。それから、サイズってありますね。サイズ。これはですね、1か2のどちらかが書いてます。で、何かというとですね、ここら辺の命令ってみんな1な、サイズが1なんですよ。サイズが1ってどういうことかっていうと、例えばこの ST60 は 0x00a って書いてありますけど、この1バイト命令っていうやつですね。で、そんなに多く、数は多くないんですけど、2バイト命令というのもあります。その数を識別しているのがさっきのサイズのプロパティです。ということはですね、ちょっと、解析するとき、さっきのバイトの配列があったんですけど、解析するときにちょっと面倒なところがあるってことですね。それから、スタックビヘイビアプッシュとか、スタックビヘイビアポップとかありますね。これは、ここになんか命令がスタックをポップする方法とか、なんかオペランドをスタックにプッシュする方法を取得とか書いてあるんですけど、これは評価スタックにどうやって値がプッシュされ、ポップされみたいなことが、まあ、命令だけで1に定まるので、その方法というかですね、方法、どうやってやったらいいか、あるいはどうやってやるかっていうような情報がここから取れるというふうになってます。まあ、こんだけの情報があるとですね、これだけ、全部、まあ、全くハードコーディングしないで、これらの情報だけを使って全部機械的に、IL を処理することができるはずの情報は全てここに揃っていると。で、最後。バリューっていうのが、IL のその実際のバイトコードのその値ですね。さっき NOP は0だった。ロードロックが 0x17 だったかな、忘れちゃいましたけど。あ、LDC-I4 でした。全然違いました。LDC-I41 が 0x17。この数字ですね。さっきバイトコードは1バイトの命令もあれば2バイトの命令もあると言ったんですけど、まあ1バイトないし2バイトの値がさっきの、バリューのプロパティから取れるということですね。でですね、じゃあ、これらを組み合わせれば、かなり手が抜ける。つまりですね、今、手元にある情報には、MSDN のオプコーズ、出てきたかな、これかな、もう一個、ごめんなさい、もう一個前ですね。ちょっと戻しますね。オプコーズフィールド。なんか、目的としては、要するに、このオプコードの表が手元に欲しいわけですよ。でないと僕らなんかそれを見て、その今からそのバイトコードの羅列を、
その IL として解釈しなきゃいけないので、どうやって解釈したらいいかっていうのは、まあ、方法の一つとしてはなんか表があるといいよね。その例えば 0x0 は NOP ですとか 0x01 は 何です、 0x02 は何ですっていうような表があれば、それに従ってプログラムが書けますよねと。でも今手元に表ないんですよ。ひょっとしたらなんかググったら出てくるかもしれないですけど、ない。で、じゃあ別の方法としてはですね、まあこう力ずくでやる方法を思いつくんであれば、例えばこの MSDN のサイトのまさにこのページをスクレーピングしてですね、で、これらの各ページからさっきの表組に、こうですね、ここにそのバイトコードの数字があるので、これらを全部スクレーピングで取り出せば、そうすればなんか表が、こう作れるよねって。これ全部ちまちまと手で書き写してもらって表を作ってもらっても、まあ別に止めはしないですけど、僕そういう単純作業はすごいできないので、もうそんなことやりたくないので、まあなんかもし力技でやるっていうんだったら、まあそういう方法がありえますよね。スクレーピングで通る。でもですね、もっと簡単な方法があるんですよ。まずこのオプコーズっていうのはクラスです。こうオプコーズクラスですよね。で、オプコーズクラスには以下のフィールドが定義されてます。@とか&だとか、BEQ だとか BET だとか、なんかいろいろ様々なものすごくたくさんある IL の命令が全てフィールドで定義されてるんですよ。これちょっと IL じゃない、 IL スパイか、 IL スパイで見てみましょうかね。あるはずですよね。IL スパイで見えるはずです。検索を使って、オプコーズ、あるかな？ありますね。いや、これはなんか違う。これか。これですね。システム、システムリフレクションエミットですね。オプコーズというのがあるので、これを見ます。そうするとですね、ここにありますよと。ありますね。たくさんありますね。ちょっと IL だと見にくいんで C シャープにしますね。はい。で、こんな感じで。こうですね。で、そうすると、例えば@っていうフィールドが確かに定義されていて、IL スパイによると、これは new opcode の、なんか、コードバリューズアットのなんかよくわかんない数字みたいな感じで入されていると。でもなんかこの入コンストラクターでコンストラクターを呼び出してインスタンス生成しているところはわけわかんないですけど、わからなくてもいいです。これ実はコンストラクターはですね、見えなくしてあるはず。どっかになかったかな、コンストラクター。オプコードですね。オプコードの、コンストラクターないです。ないですね。見当たらないですね。あ、これか。ごめんなさい。ありました。はい。インターナルになっているので、インターナルになってます。なので、まあ、実はどちらにしよう分かったところで、僕らはもうあまり関係ないんですよ。何らかの方法で、なんかここにあるようなわけわかんないなんか式に基づいてオプコードクラスのインスタンスが初期化されて実体化されると、それがアットフィールドとかアット OVF だとかアンドだとか BLT だとかコールとか、まあこういうような一つ一つのフィールドに全部格納されている。ポイントはフィールドがあります。パブリックでスタティックな、ちょっとリードオンリーを置いておきますけど、パブリックでスタティックなフィールド、オプコードクラスの、オプコード構造体のインスタンスがフィールドで定義されている。オプコーズクラス。なんか、だんだんもやもやと分かってきたか分からないか分からないですけど、つまりですね、先ほど説明したリフレクションを使えば、その情報を取れるんじゃないかみたいな話なわけですよ。というわけで、ちょっと今こう書きかけているコードは置いておいてですね、
ちょっとこれ置いときますね。で、置いといて、で、その情報を取り出してみましょうかね。オフコードタイプ、オフコードファイルタイプ。なんかやばい香りがしてきたって思った人は、私がやってるような仕事とかに向いてるかもしれないですね。はい。オフコーズタイプは、このオフコーズクラスの、型の情報がすべて格納されてるんでしたね。今ずっとやった中で。で、下で説明したのは、ゲットメソッドを使って、そのメソッドの情報を取り出してたんですけど、同じような感じでフィールドの情報も取れるわけですよ。オフコードリストはオフコードタイプからゲットフィールドフィールズで、これオーバーロード2つあります。何も指定しないやつと、なんかバインディングフラグズという、これですね、あのフラグを指定するのとあるんですけど、まあ、一応ちょっと明示的に指定します。何を指定するかというと、バインディングフラグズ、パブリックなフィールド、パブリックなフィールドであることと、それから、スタティックなフィールドであること、それから、まあ、これはいらないかもしれないですけど、デクラルドオンリー。これは、この方に直接定義されている情報だけを取得するっていうのが、このデクラルドオンリーです。っていうのは、あの、クラスを継承してたりする可能性があるので、まあ、明確に、このクラスに定義されているものだけとかいうふうに絞り込むために、このフラグがあります。ってやるとですね、そうすると、フィールドの情報取れるんですよ。で、これ、ここへちょっとグレーかけて発射してみますね。はい。止まったかな？あ、止まりましたね。で、これ、オフコーズリストを見るとですね、ちょっとこの逆に16シになってた方がいいんで外しておきます。全部で226個取れてるみたいですね、情報としては。226個。中見ると、一件一件がオフコードになっていて、なんかノップとかありますね。ブレイクはよくわからんけど、ロードアーグ、ロードロックゼロとか、なんかありますよね。名称がなんか、ドットとか、メンバーに使えないというかですね、使っちゃうと、いろいろ困るので、まあ、ちょっと名称違いますけど、なんか取れてる感じがしますよね。これ、ロードロックゼロの中見てみると、なんかアトリビューツとかいうのがあって、なんかパブリックとかスタティックとかなんか見えますよね。それからデクレアリングタイプ。これはどこに定義されている情報かっていうのが、オフコーズに定義されているとかいうのが取れる。逆参照みたいな感じで取れたりします。フルネームがシステムリフレクションエミットオフコーズの LD ロック0という名前だとかですね。なんか、やっぱりいろいろ情報取れるわけですよ。なんかイニットオンリーとか、イズパブリック。とか、イズスタティック取れますよね。で、だいたい定義通りだっていうのもこれで見ればわかります。ネームを参照すると LD60 になっていますとかいうような感じで、フィールドの全情報が取得できちゃいました。まあ、これでなんとなくさらに掘り下げていけば、いろんな情報が取れそうな気がしますよね。で、我々が欲しいのは、オプコーズにあるフィールドの情報ではないんですよね、実際には。フィールドの情報ではなくて、フィールドに定義されているオプコードのインスタンスが欲しいんですよ。ちょっとややこしいんですけど、これはあくまでもフィールドインフォというフィールドの情報ですね。ここにフィールドインフォってありますけど、フィールドの情報です。フィールドの情報だけ眺めていても、オプコードの実態はわからないので、オプコードのインスタンスが欲しいんですよ。
まあ、そこでリンクでサクッと、あ、ごめんなさい、リンクでサクッとその情報を取り出します。というのも、フィールドの値を取り出す、動的にですけど、リフレクションを使って動的に取り出すということももちろんできます。オフコール、イコール、今取得したオフコードリストのセレクトで、セレクトで、フィールドインフォがあるので、これにゲットバリューというのがあるんですよ。で、今対象にしているのは、スタティックなフィールドですね。で、スタティックなフィールドって、インスタンスフィールドと違ってインスタンスが不要なので、取り出すときも、リフレクションで取り出すときも当然インスタンスを指定する必要がないので、この引数にヌルを指定します。これはインスタンスフィールドを取りたい場合は、どのインスタンスの値を取るかみたいなことを指定するために、ここを必ず指定しなきゃいけないんですけど、今回は、スタティックフィールドが対象なので、いらないので、こういうふうに指定します。これは、取り出そうとしている対象は、オフコード型ですよね。で、オフコード型ってさっき、MSDN のライブラリで見たように、構造体なんですよ。もう行ってしまったか、飛ばないといけないな。ちょっとこの辺から飛びますかね。オフコードですね。オフコードは、あ、ジャンプできるようになってないのか。違うか。ダメか。ダメでした。すみません。手動でいきますね。オフコードじゃなくて構造体のオフコードですね。はい。で、構造体ということは、まずヌルである可能性はありませんね。そこのフィールドから値を取り出したら、必ず何らかのインスタンスが取れるはず。なので、こいつは必ずオフコードにキャストができるはずですね。ゲットバリューの戻り値はオブジェクトなんですよ。型わかんない。今動的に取ってるのね。ソースコード上で、普通の C シャープのソースコードとして書いた場合は静的に型が決まるんですけど、ほとんど決まるんですけど、そうではなくて今動的に取ってるので、型はソースコード上で表現できないので、ゲットバリューとしてはオブジェクトが変えます。オブジェクトが変えますね。オブジェクト。なので、そいつを明示的にオフコードにキャストします。そして、そいつがヌルになる可能性はないっていうことは、まあ、すぐ、僕、我々としては分かっている。で、まあ、ちょっと見やすくするために、まあ、そのまま配列に変換するというふうにするだけでですね、すべてのオフコードのインスタンスが取得できちゃうわけです。これ、スタートしましょうか。はい。で、そうすると、件数としては同じですね。226件取れてます。これを展開すると、そうすると、今見てるのは、さっき見てるのは、フィールドの情報でしたけど、これ今見てるのは、オフコードの、オフコード構造体の値を全部リストで見てる感じですね。ノップだとか、ブレイク。さっき見ようとしてたのがロードロックなんで、これ見てみますか。と、中には、ようやく出てきましたね。フローコントロールとかネームとか、オプコードタイプとか、オペランドタイプだとか、サイズ。サイズ1って書いてあるんで、これ1バイト命令ってのがわかりますね。スタックビヘイビアポップとか、スタックビヘイビアプッシュとか、そして、バリューが6って書いてあるので、このオプコードの、ロードロック0のオフコードの値は、6だと、0x06 だというのが分かります。さあ、だいぶ近づいてきましたね。はい。こんな感じで値が取れるということですよね。で、まあ、まだちょっとね、足りないですね。私たちは、ここで、get IL as byte array で、バイトの配列でその IL の一覧が取れます。で、その IL の値を上から順番に舐めていって、どういう命令があるのかっていうのを解析しなきゃいけないと。
いうことで、それをもうちょっとやりやすくするために、さらにこいつをもうちょっとだけ変形しますね。どうなってればいいかっていうと、要するにここからバイトの値がつらつらと出てくるので、それに合わせて、オープンコードの値が取れたらいいなみたいな話なわけですよ。なので、ここは、プレディクショナリーに変えてですね、で、コードを、オープンコードの、バリュー、とオプコードオプコードで辞書を作りましょうと。こうするとですね、オプコードの値として、これバリューは何になったかショートになってるな、うん、でキーとしてオプコードを与えると、そうするとそれに対応するオプコードが得られるという、実に便利な辞書がこれで手に入るわけですよ。たったこれだけ書くだけでね。で、流れとしてはこうです。ちょっとこれもう外しますね。これで、辞書が手に入ったので、流れと、まあ、イメージですね。ちょっとこれだけではまだダメなんですけど、イメージとしては、こんな感じです。ILBY。を列挙します。で、オープンコードの ILBY と、ちょっといけません、ね。スペルミスってました。ILBY と。こうかな。こうするだけでですね、この ILBY と1バイト1バイト上から、舐めながら、このオープンコードにかけて、それに対応するオープンコードが手に入るというわけですよね。すごいですね。本当ですかね。試しに、ライトラインしてみますかね。コード。ネームにアクセスすると、いわゆるオープンコードの正式名称が取れるはずなので、こうすると、そうすると、IL スパイもどきができたってことですかね。IL スパイで、これ、ここですね。この本文今見てるわけなんですが、IL ってやると、ここの部分ですね。まあ、ラベルは今何にもやってないので、出ないとしても、ここの部分が出るんじゃないのみたいな話なわけですよ。ちょっとやってみましょうか。の、なんか出ましたね。で、一番下まで行きましたね。はい。ちょっと並べてみましょうか。こんな感じ？こう。よいしょ。こうですよ。はい。お、なんかいい感じに出てるんじゃないですか？あ、ごめんなさい。の、LDCI4 の1、STLOCK0、LDCI4 の2、STLOCK、LDLOCK0、LDLOCK1、AT、STLOCK2、LDLOCK2、STLOCK3、BRS。まあちょっと、ラベルがないですね。で、NOP がないですね。NOP、は何みたいな話なんですけど、ないですね。それから LDLOCK3 リットと。ちょっとこの BRS だけおかしいですね。で、これなぜかというと、オペランドがあるんですよ、BRS だけ。で、我々の、ファーストデコーダー。まあ、ファーストデコーダーと言いましょうかね。これは、オペランドのこと何もしてないですね。もう上から順番に1バイトずつを1対1で、オープンコードに変換して、で、プリントしてるんですけど、そこにオペランドの処理がない。なので、BRS にはオペランドがついてるのに、この分だけなんかおかしなことになっていると。なんかノップが出てますけど、なんかここの部分だけどうにかすれば、
とりあえずファーストステップとしてはいいんじゃないですか。なんかなんとなく出てますよね、感じとしてはね。はい、じゃあちょっとオペランドはねどうなってるのかなみたいなのを考えてみますか。はい、なんかもっと大掛かりなものを想像してたかもしれないですね、皆さん。だから意外と割と簡単にいけるっていうのがわかると思います。で、オペランドってどうなるのみたいなのはあるんですけど、ちょっと例えばここでですね、ちょっとこれゼロ、あ、ゼロじゃいけません、ゼロだといけない、あ、ゼロでいいか、ノップとか出るかな、多分、こう書けばいいか、これノップのコードが取れてるはずです。これで取れるはずですね。ちょっとねこのノップを眺めてみますかね。ノップとそれから BRS、BRS が何か分かんないですね。ちょっと、ここはちょっと見てみますか。これで、0x2b ですよね。0x2b ですね。なので、これ 0x2b ってやって、BRS のコードも取り出してみます。これを比較してみましょう。はい、取り出せました。ちょっとこれ邪魔なんで消します。まずですね、の方は、まあ、サイズとか1ですね。で、我々関心があるのはこのオペランドですね。オペランドタイプってやつです。これなんかインラインダウンってなってますね。で、BRS の方はどうかというと、ショートインライン BR ターゲット。ちょっと違いますね。なんかここら辺なんかポイントがあるような気がします。で、このショートインライン BR ターゲットっていうのは何なのか、ちょっとあれですね、調べてみましょうかね。よいしょ。ショートインライン BR ターゲット。サクッと出ないか。あ、これオペラントタイプありますね。カレントバージョンのやつちょっと変えておきましょうか。2008。はい。ですね。MSIL 命令のオペランド型を記述します。で、つらつらっと、あ、ごめんなさい。見ていくと、違う。ここか。見ていくと、ショートインライン BR ターゲットありましたね。これですね。オペランドは8ビット整数の分岐のターゲットですって書いてありますね。これはですね、よし、オプコードと見てるね、オプコードとオペランドとの関係をちょっと見ますね。例えばノップは 0x00 という番号が割り当てられています。これは、オプコード上では、0x00。これで完結してるわけですよ。で、かたや BRS というのは、BRS は、0x いくつだっけ、いくつだったっけ、 2b ですね。 2b なんですが、まずまあオプコードは、オプコードは 0x2b でいいんですが、オペランドがある。オペランドがあり、こいつのサイズが、
ショートインライン、BR ターゲットで規定されています。具体的にはというと、これなので、8ビット整数ですね。8ビット整数の分岐のターゲットです。まあちょっと、何を言ってるかわからないかもしれないですけど、この8ビット整数ですね。ポイントとしては8ビット整数。8ビットなんで、要するに1バイトですよ。ここに、何らかのバイトの値がオペランドとしてあると。ノップにはオペランドない。ないんですよ。ないんです。ですが、BRS にはオペランドがあると。で、オペランドのサイズはバイト、1バイトの値だということになります。それを踏まえて、戻ると、これ BRS、まあこれILSPY が親切にラベルで出してくれてるんでわかるんですけど、この背後に8ビットの、1バイトの値が含まれてるってことですね。まあなんとなくですけど、さっきの実行結果を見れば、その値が何かっていうのは想像つく人もいるかもしれないですけど、この後、ちょっと下まで実行、もう一回実行しますか。こうですね。はい。できました。で、ここで表示されているのって、BRS があり、次、NOP になってますよね。NOP って何だったかというと、0x00 ですよね。なので、なんとなくですが、この値は、今ゼロになってんじゃないかなっていう気がしますね。で、僕らはこのオペランドの値を全く無視していたので、上から順に1バイトずつ1バイトずつ見てきたので 0x2b が現れたところで BRS だということは分かった。だけどその次の値はこれなんですけど、これをまたオプコードだと思って解釈してるんですね。本当はオペランドだけど、で、ここに0が入っていたので、0ってことは NOP なので、NOP と画面に出ていると。いうことじゃないかなっていう気がしますね、これを見てると。はい。で、念のため、ILByteの中を、じゃあ、改めてそういう目で見てみると、0x2b ありましたね。これが、BRS です。この次が 0x00 になってます。なので、これが、要するにバカ正直に解釈されて、NOP として画面に出ていると。はい。問題の原因はわかりました。じゃあ、どうすればいいかということなんですが、改めて、このオペランドタイプを見ると、ショートインライン BR ターゲットとあります。で、ショートインライン BR ターゲットだと1バイトの値です。で、まあ実は他にもいろんな種類があるんですよ。そのオペランドのタイプというのは。これちょっと止めますね。ね、ごめんなさい。こいつを見ると、この MSDN の、ヘルプを見るとですね、なんか32ビットっていうのは多いですね。オペランドは32ビットのなんとかですっていうのが多いです。よいしょ。はい。32ビット整数とか、32ビットメタデータトークンとか、まあ、64ビットもちらほらありますね。オペランドないっていうのがインラインなんですね。それから、トークンって書いてありますね。インライントークン。これ、実際僕見たことないんですけど、まあなんか定義されてるんで出てくるシチュエーションもあるのかもしれないです。で、あと、ローカル変数または引数の助数を含んだ16ビット整数です。16ビットは1個だけしかないですね。まとめると、32ビットはすごくたくさんあります。64ビットもまあまあ若干あります。8ビットも若干あります。そして1個だけ16ビット
っていうのがありますと。これで要するにオペランドのサイズが分かるわけですよ。その使用目的はこの表に従ってもう全部バラバラなんですけど、今あの関心があるのはサイズを特定したいので、オペランドのサイズを特定したいので、これらの値を分類分けすれば、あのその目的が達成できそうだなっていうのが分かります。はい、とりあえずそのことを踏まえておくんですけど、今はですね、あのとりあえずこのハローワールドをあの先に進めたいので、あんまりそこのところ深入りせず、ショートインライン BR ターゲットが現れた場合だけ、1バイト消費、余分にオペランドとしてあの認識して消費するというような方向でちょっと考えてみましょうかね。はい、なので今これで撮りました。この辺はちょっと切りますね。一旦切ります。私たちがやりたいのはこの IL バイツを、見ながら、それらの値に落ちたオプコードと、まあ必要ならばオペランドですね、これらの対が得られるようにしたいなっていうことですね。はい、でどうやってやるかですけど、まず、IL バイツのどこを見ているかっていうのを、まあ、あのインデックスっていうのであの分かるようにしておきます。で、これからやるのは for each ではできないです。なんでかというと、もう一個余分に値を読み取らないと、あのそのオペランドの分ですね、オペランドの分を読み取らないといけないかもしれないので、できないのでワイルでループを構成します。インデックスの IL バイツの IL バイツの、まあ、終わりまで足したらループを抜けるみたいな感じにしておきます。ここで考えられる懸念点は、IL バイツに変な値が変な規則でやってきた場合ですね。その場合、まあ、ひょっとしたら、なんかこう、今から書く規則には適合しないものがあるかもしれないんですけど、そこら辺のエラーチェックはちょっと省きます。ややこしくなるので、デコーダーとしてしっかりさせるには、そのあたりを、きちんと書かないといけないんですけど、まあ、そういうのはちょっと省略します。で、まず、バイト0、IL、ごめんなさい。IL バイツのインデックス、これで1バイト目、まあ0って書きましたけど、0バイト目にします。 0バイト目の値が読み取れましたと。で、これに対応するオプコードをまず入手します。これはもうさっき見せた辞書を引けばすぐ分かるという楽ちんなコードですね。イリーガルなパターンの一つ目としては、オプコードに定義されてない値がいきなりやってきた場合は、ここで例外が発生しますね。キーノットファウンドエクセプションかなんか発生します。まあ、それの処理とかは無視するという意味です。で、まずオプコード取れました。オプコードが取れると、そうするとさっきの、情報が見れますよね。オペランドタイプというのが見れます。そう、オペランドタイプいろいろ種類があるので、まあ、今回は一つしか処理をしないんですけど、まあ、一応スイッチで分岐しておきます。オプコードの、オペランドタイプでやります。で、ケース、オペランドタイプがショートインライン DR ターゲットの場合、続きがあるわけです。オペランドとして、IL バイツから1バイトの値を消費して取得しますと。ちょっとそれをどうするのみたいなのを置いておいて、まあ、こんな感じですね。はい、こういうことですね。で、どうしようかな。値が取れました。じゃあ、まあプリントすることにしますか。とりあえず見えるようにすると嬉しかろうということで、
どのオペランドにもオペランドタイプに属さない場合として、オプコード、オプコードの名前だけをプリントします。オペランドが取れた場合はオペランドと一緒にプリントしましょう。おそらくこんな感じでいいでしょうね。ネームとオペラ、こんな感じなんですか。ちょっと動かしてみましょうか。はい、はい、来ました。さあどうだ、よいしょ、はい、あー、これ BRS0 取れてますね。で、0っていいのみたいな、うん、そういえばそうだったみたいな話なんですけど、そもそも0はどうなのみたいな。ちょっと IL スパイの出力とか比べてみましょうか、ね、こんな感じですよね。あー、しまった、ごめんなさい。ずれちゃってあれなんですか、こうですね、はい。で、他は良さそうですね。リターンまで含めて全く同じように出ている、出ていますよね。で、BRS は、0になっている。こっちはラベルで0デーをポイントしてますね。これどういうことなのかというと、BRS のこのオペランドの数字、今0ってありますけど、これっていうのは、次に実行すべき、命令のオフセットからの、オフセットからのオフセットっていうと紛らわしいですけど、命令を実行する場所からのオフセットなんですよ。どういうことかというと、BRS を実行し終えた場合、次に実行するのはこれですね、LDLOCK3。いやー、これ、ほんと、ちょっと例が紛らわしいんですけど、ラベルは無視してください。BRS の次の命令って言ったら何かというと、これですね。LD63 ですよね。これの位置を0とした起点として、プラス方向あるいはマイナス方向にどれだけオフセットした場所にジャンプするかってことです。で、今回のこれって、0001ってここ、結局 LD63 なので、ブランチ先は0なんですよ。要するにオフセットないってことでね。なので、これが0になっているという、ちょっとね、これ、すごい分かりにくいんですけど、こういうような感じで、その BRS のターゲットが、バイトの値として入っていると。これ、仮にじゃあ、1ってなってたらどうなるかっていうと、リターンに飛ぶ感じになるんですね。多分 IL スパイで見ると、IL アンダースコア 000E になってるはずです。1が入っていれば。逆にマイナス1が入っていると、これの、マイナス1はないですよ。マイナス2、マイナス3か。マイナス3が入っていると、この STLOCK3 へジャンプするような、そういうラベルがここに入るはずです。なんで3かというと、ここから見て BRS のこの行というのは2バイト使ってますよね。IL としては、オペコードとオペランドの値、それぞれ1バイトの2バイト使って、さらに STLOCK3 のバイトが1バイトあるので、ここへ戻る、IL000A に戻るためには3バイト戻らなきゃいけないので、おそらく、ここにはマイナス3という値が入っているはずです。はい。ということで、この BRS は、なんか、題材にはしてみたけど、ちょっと説明がすごくやりにくくて申し訳ないんですけど、まあ、こんな感じでオペランドの計算をすればいいってことがわかります。そして、今は、今は簡易的に、オペランドのサイズっていうのは、ショートインライン BR ターゲットだけを対象にしましたけど、他のものについても同じような感じで計算してやれば、そうすれば、オペランドが、こう、ついつまが合うように、この IL のデータをデコードできるっていうことがわかりますよね。はい。そしてですね、あともう一つだけ問題があるんですよ、実は。っていうのは、
最初にちらっと言って覚えてるかどうかわからないですけど、オペコードには、1バイト命令と2バイト命令というのがあります。これですね。あ、ごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。それ例としてはですね、何があったかな。ちょっと今止まってるかな。止まってますね。これ中見てみますか。これ多分ね、下の方にね、それがあるような気はしてるんですよ。ずっと下の方行きます。あ、なんかありますね、変なのが。この辺とかですね。CEQ っていう命令があって、それはなんかちょっと値が1バイトではなさそうですね。なので、MSDN のライブラリで CEQ って探してみますか。エミット名前空間、あ、オプコースですね。オプコースの、ない。フィールド。CQ あ、ありますね。これですね。はい。概要だけちょっと見ておくと、2つの値を比較します。2つの値が等しい場合は、整数1が評価スタックにプッシュされます。それ以外の場合は、0が評価スタックにプッシュされます。まあ、これはあれですね。なんか、比較演算をするときに、この命令を使ったりするわけですよね。で、これ形式見ると、ありますね。はい。こっちも。形式 FE01。これが2バイトです。これ2バイト命令ってやつですね。で、0xFE0x01 みたいな2バイトの命令です。で、これどうなるかというと、オプコードが2バイトあり、0xFE と 0x01 っていうような感じになってますね。それからオペランドはないかな。オペランドはなさそうですね。これはない。はい、オペランドはないというような形式なんですよ。で、問題はですね、実は、説明の中には含んでないんですけど、オプコースクラスの、見てるか、オプコースクラスの一覧をリフレクションで取得してますけど、その中にですね、0xFE というバリューを持つエントリーが確かあるはずなんですよ。で、それをそのまま素直に今辞書に落としているので、それを使ってこれをデコードしようとするとですね、最初の第1バイトの 0xFE でオプコードがあると思ってしまうんですね。で、それで取れるオプコードは実は見てはいけない、見てはいけないって変ですけど、仮に割り当てられている値が取れてしまうんですよ。で、それは何かというと、ですね、あ、これじゃない。こいつの中身をちょっと見ますけど、下の方、多分下の方にあると思うけど、これですよ。これ。こう。はい。ここにありますね。0xFE というのが 0xFE になってますけど、プレフィックス1という名前のオプコードとして存在します。
だからこれなんかこれがあると自動的にこれに引っかかってしまうんですよ。最初の 0xFE が読み取れた時点で。で、次の 0x01 が、0x01 は結局デコードできないので、さっきのオペランドと同じで、またそのオプコードの第2バイトをオプコードの第1バイトとして誤ってデコードしてしまうっていう問題が発生します。ので、これはちょっと、これ何なのっていうのは多分ですけど、リフレクションでなんかひょっとしてシチュエーションとして扱いやすくするためにこう、プレイスフォルダーというかですね、なんかただそれのためだけに定義されているものというか、第一バイト だということを表すがために定義されている情報かなと思っています。で、中身の情報を見てみると、なんかフローコントロールはメタとかになってるし、ネームはプレフィックス1となっていて、なんかいかにもって感じの名前になっている。で、オペランドタイプはオペランドないってことになってますね。インラインなんでない。で、オプコードタイプというのも、まだ説明してないですけど、オプコードタイプというのがあって、エンターナルになっている。で、サイズは1バイトになっているとかですね、なんかこんな感じになっていて、これ本当に命令なのみたいな感じになってるんですけど、命令ではないんですよ。なので、辞書の中にこれがあると、誤作動してしまうので、外しておきたいと。で、どうやって外すかっていう基準なんですけど、種明かしをすると、このオプコードタイプっていうのがエンターナルになっているものは、これなんですけど、エンターナルになっているものは、プレフィックスバイト、の情報なので、除外すればいいです。なので、それを、その説明するとまた長くなってしまうんで、答えだけにして、今回はもうこれを固定的に除外しますね。除外するためには、辞書を作る前段階で、確認すればいい。ここでですね。where で、ここで得られたコードの、オプコードタイプっていうのがあります。これがありますね。オプコードタイプエンターナル以外のものを抽出するというふうにフェア条件を追加してやると。そうすると、まず値が含まれなくなります。いいですね。で、もう一つあります。これで辞書としてはいいんですけど、変なものは含まれなくなったんですけど、1バイト命令と2バイト命令で、キーとしてどうやってここから引き出すかっていうのはあるんですよね。で、方針として、今ので、除外できたんで、エンターナル持ってるやつ除外できたんで、第1バイトに例えば 0xFE が来ると引けないはずなんですよ。辞書として、0xFE というオプコードはもう存在しないので、引けない。なので、それを条件に、さらに第2バイトを、突き足して、で、キーとして取得するみたいな流れに下のループを書き換えるんですが、一応そこの計算がなんか変なことにならないように、今このバリューショート型になってるんですけど、これを明示的に U ショートに変えておきます。こんな感じですね。そうすると、このオプコードのキーは U ショートになっているという感じで準備ができたので、こちらの方でオプコードを引くところをちょっと細工します。まず、ここで引けない場合があるので、これは直接引くんじゃなくて、ごめんなさい。オプコードのトライゲットバリューを使って、バイト0で、取ります。アウトバーのオプコード。で、これが取れない場合がある。そうすると第2バイトが存在する可能性があるので、ここで第2バイトを取りますね。こんな感じで第2バイトを取り、ワード。これは、計算しないといけないですね。第1バイト、第2バイト、どっちがどっちだったかな。バイト、多分こう、バイト1。こんな感じかな。
うん、そうそうそう、こんな感じですね。これで、2バイトの、オフコードの、コードが取得できたので、今度は取れるはずですね。まあ、直接、オフコードのワードみたいな感じで取ります。これ、型が違うって言ってるんで、ここを優勝者とかにしときます。こうかな。こんな感じです。で、これで2バイト命令にも対応できるようになったというわけですね。はい。ちょっと、検証コード、CEQ とかあの辺含まなきゃいけないので、今回はちょっと割愛しますけど、まあ、こんな感じで、バイトコードのデコーダー、まあ、できちゃいました。ここ全部埋めてないですけど、これ埋めないといけないですけど、バイトコードのデコーダーができましたみたいな感じになります。さて、でですね、これで、なんか任意の、その、バイトの配列から、その、IL を解析して、オプコードとオペランドの情報が取得できると。まあ、これで、まあ、最低限のとこが手に入りましたね。で、なので、まあ、次回は、これらの情報をもとに、どこをやるかなんですが、一つは、ローカル変数の引き当てですね。インデックスが指定されるので、そのローカル変数の引き当て、まあ、あるいはそのローカル変数に入れるみたいなところを認識するにはどうしたらいいかみたいなことを考えるという感じですかね。それができると、まあ、仮にですけど BRS を、まあ、ちょっと面倒なんであれはなかったことにして無視すれば、そうすればなんか、すべての情報が揃ったので、それっぽい C のソースコードを文字列で出力すれば、なんかでっち上げれそうな感じになってきましたね。ということで、次回はまあそんな感じで進めたいなと思います。今回はまた、このぐらいで、やめておきます。喉が疲れてきた。ということで、また次回、進めたいと思います。じゃあ、また次回よろしくお願いします。以上です。